道路の両側に作られた、のり面河川堤防における、のり面のり面とは、霧土や森土により作られる人工的な斜面のこと。道路建設や、宅地造成などに伴う地作、地矢幕策、森土などにより形成される。以下の工事は、斜面崩壊や地滑りなど土砂災害の拡大防止を目的として施行する。自然、人口の別を問わない。 斜面上の不要な土砂を撤去及び成形する工事。単純な地山掘施策工事の一環として行われることが多い。成形された海り面の安定度強化及び侵食を防止する工事。高枠工の施行。モルタルや角度を吹き付ける。植生マットや蒸しろを貼り付ける。草止めを行う等、手法には様々なものがある。宅地造成では海り面保護は 溶壁によって覆われない崖面は石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によって風化その他の侵食に対して保護しなければならない。斜面の末端及び中腹に土止めを排して崩壊を抑止する。乗り面残止め工法は乾燥など試行中の諸現象に対してもにより生ずる崖面で安息角度以下であれば地盤の緩み、沈下、または崩壊から 斜面を永久的に保護する。なお、地盤が良質で、地下水、大雨、乾燥など施行中の諸現象に対しても安全であることが条件。糊面はしばしば緑化される。該当記事を参照。糊面は、年月の経過とともに劣化し崩壊することがあるため、定期的に、あるいは不定期に点検する必要がある。点検によって、 崩壊兆候などの異常が確認されれば、詳細な調査が実施され、海り面対策広報が検討される。海り面調査は土木地質の専門技術者等により実施され、高所作業を伴う場合には、特殊高所技術による調査も適用される。ありがとうございます。